コンピュータインターフェースは書き物机の概念的なメタファーである。コンピュータの使用においてデスクトップメタファーはユーザーがより簡単にコンピュータと対話できるようにするためにグラフィカルユーザーインターフェースで使用される統一概念のセットであるインターフェースメタファーである。デスクトップメタファーはコンピュータモニターをあたかもユーザーの机の上であるかのように扱い その上にドキュメントや文書フォルダーなどのオブジェクトを配置することができる。ドキュメントはデスクトップに置かれたドキュメントの紙のコピーを表すウィンドウに開くことができる。また、機上の電卓やメモ帳などデスクアクセサリーと呼ばれる小さなアプリケーションも用意されている。デスクトップメタファー自体はメタファーの純粋さを維持することよりも コンピュータの機能へのアクセスや使いやすさが重要であるためデスクトップ環境の様々な実装によって拡張されてきたそのためデスクトップ上にはゴミ箱がありディスクやネットワークボリュームもあるメニューバーやタスクバーのような他の機能は現実のデスクトップには対応していないデスクトップに見立てたモニター上にドキュメントを表示する スモアルトック -76 環境ファイルの種類やコンピュータの機能を初心者でも理解しやすいようにアイコンで図形化したゼロックススター上から目録、ドロアー、フォルダー、リスト、文書、プリンタ通信端末、送信箱、受信箱が並ぶデスクトップメタファーは1970年にゼロックスパークのアラン系によって初めて導入されその後の10年間 パークの科学者たちによって開発された一連の革新的なソフトウェアアプリケーションの中で練り上げられてきた。初期バージョンのデスクトップメタファーを使用した最初のコンピュータは実験的なゼロックスアルトであり、この種のインターフェースを採用した最初の商用コンピュータはゼロックススターであった。関連情報を格納するためのウィンドウコントロールの使用は デスクトップメタファーよりも前のもので、その原始的なバージョンはダグラス・エンゲルバートのマザー・オブ・オール・デモズに登場しているが、パークによってスモールトック言語の環境に組み込まれている。史上で最初のデスクトップのようなインターフェースの一つはマジックデスク・アイと呼ばれるプログラムであった。1983年にコマド64ホームコンピュータ用のカートリッジとして作られた。 この非常に原始的な GUI は電話、引き出し、電卓などを備えたデスクトップのスケッチを低解像度で表示していた。ユーザーはビデオゲームで使用したことのあるジョイスティックを使用して手を差し示すスプライトを動かすことで選択を行った。画面上のオプションはジョイスティックの発射ボタンを押すことによって選択された。マジックデスク、i プログラムは タイプライターをグラフィカルにエミュレートし、オーディオ効果を加えたものであった。その他のアプリケーションには、電卓、ローロデックスオーガナイザー、ターミナルエミュレーターが含まれていた。ファイルはデスクトップの引き出しにアーカイブすることができた。ゴミ箱もあった。デスクトップメタファーを標準機能として使用して、それまでのコマンドラインインターフェースに代わって、デスクトップメタファーを普及させた。 最初のコンピューターは1984年のアップル、マッキントッシュであった。デスクトップメタファーは現代のパーソナルコンピューティングではどこにでもあるもので最新のオペレーティングシステムのほとんどのデスクトップ環境で見られる。ビスは他の多くのシステムよりもデスクトップメタファーを厳密に観察していた。例えば外付けハードドライブはデスクトップに表示され、 内蔵ハードドライブにはコンピュータ自体を表すアイコンをクリックしてアクセスした。それに比べて MacOS はデフォルトで全てのドライブをデスクトップ上に配置しているが Windows ではコンピュータとラベル付けされたアイコンを使ってドライブにアクセスすることができる。デスクトップメタファーとしての a m i ガ g a の用語はワークショップの専門用語から直接採用された。デスクトップはワークベンチと呼ばれ、 プログラムはツールと呼ばれ、小さなアプリケーションはユーティリティ、ディレクトリはドロワーなどと呼ばれていた。オブジェクトのアイコンはアニメーションで表示され、ディレクトリは引き出しとして表示され、開いているか閉じているかのどちらかで表現されていた。クラシック MacOS や MacOS のデスクトップのようにフロッピーディスクや CD-ROM のアイコンはディスクがドライブに挿入されると、 デスクトップ上に表示され、ワークベンチの表面にある物理的なフロッピーディスクや CD-ROM と仮想的にタイになっていた。1984年のマッキントッシュは新しいグラフィカルユーザーインターフェースを普及させた。ユーザーは抽象的なテキストコマンドではなく、実生活に馴染みのあるアイテムのアイコンを含む比喩的なデスクトップを使ってコンピュータとコミュニケーションを取った。 デビアン上で動作するメイトデスクトップ環境でデスクトップアプリケーションメニューアバウトメイトウィンドウを表示するペーパーパラダイムとはほとんどの最新のコンピュータやオペレーティングシステムで使用されているパラダイムを指すペーパーパラダイムは通常白い背景に黒い文字ホルダ内のファイルおよびデスクトップで構成されているペーパーパラダイムはダグラス・エンゲルバー ゼロックスパーク、アップルコンピューターなど多くの個人や組織によって生み出されたものであり、当時の一般的な職場に似せてコンピュータをより使いやすくする試みであった。1968年にエンゲルバートが初めて一般に公開したのは、現在ではすべてのデモの母と呼ばれているものである。ジョン・シュラクサより、1984年当時 GUI を見たことのないユーザーに、初代、 マックのインターフェースを説明する際には必然的に以下のようなアイコンの説明が含まれていました。このアイコンはディスク上のファイルを表しています。しかし多くの人が驚いたことにユーザーはすぐにそのような意味合いを捨ててしまいました。このアイコンは私のファイルです。私のファイルはこのアイコンです。一方のアイコンは他方のアイコンの表現でも インターフェースでもありません。このような関係性は、ほとんどの人にとって異質なものであり、彼らが知っている現実ともっとシンプルで直接的な関係性があるときには、不要な精神的な荷物となっていたのです。それ以来、コンピュータの多くの側面は、ファイルへのショートカット、ハイパーテキスト、非空間的なファイルブラウジングなどの機能を実装することで、 ペーパーパラダイムから離れていった。ショートカットとハイパーテキストには現実世界ではこれと同等のものがない。非空間的なファイルブラウジングも同様に同じフォルダを表す複数のウィンドウを同時に開くことができるので初心者ユーザーを混乱させる可能性があるが実際には不可能である。 このような現実世界と同等のものからの逸脱は純粋なペーパーパラダイムに反するものである。ありがとうございます。